こんにちは、ウィンザーです。今回はですね、年末年始を東南アジアのビーチリゾートで、過ごしませんかというご提案です。12月の30日ですね、福岡から、プーケット、タイのプーケットに直行便が運航します。その直行便を使いまして、4泊5日のプーケットのフリープランになります。最低価格は18万9800円。もちろん燃油サーチャージ込みなので、年末年始としては結構お安い方になります。で、プーケットはビーチリゾートでして、あと物価が安いからですね、食べたり飲んだり、騒いだり、あと体式マッサージとか、あと本格的なスパなんかもお店たくさんあります。あと、自然がありますので、海だけじゃなくてですね、山の方ではゾウさんに乗って山をトレッキングするエレファントトレッキングなんかも、ゾウがお好きな方にとっては最高のアクティビティじゃないかと思います。まだ空席あります。12月30日に出発して、1月3日に帰ってくるパターンで、4泊5日ですね。ぜひ、おすすめの年末年始の、旅行になりますので、お早めの問い合わせをお待ちしております。よろしくお願いします。